さあみんな、ツイッターの時間だ。はじめは何歳までお年玉もらってましたか？多分ね、大学卒業するまでか。学生中はもらってた気がします。みんなも親戚の人にお金たかろうね。こんにちは、はじめしゃつわです。皆さん、宝くじ買いましたか？まさか買ってない。宝くじ当たる確率は非常に低いんですけども、皆さん買わないと。そもそも当たらないですよ。宝くじ皆さん当たんねえ、当たんねえ。どうせ当たんない。どうせ当たんないのになんで買うばっかじゃないの。買わないと当たんないからだよ。どんなに低い確率でも必ず宝くじを買わないと当たる人たちの中にすら入れないっていうことは、買ってない皆さんはもうダメです。ただ僕はもう買ってあるんで、当たる当たらないにしろ買うことに意味があると思ってます。もう買わないと当たる可能性がゼロになってしまうんで、俺は何を言いたいんだろう。よくわかんないんですけども、僕今回宝くじ買いました。それもすごいことにですね、静岡にすげえ店があってな。見てくださいこれ。なんか静岡駅前のお店なんですけど、2015年7億円、2016年も7億円。おかげさまで2年連続一等大当たり。いただいた。これは完全にいただいた。2年連続一等。2015年、2016年、7億円出ているお店です。ちゃんと宝くじ買ったのすごい久しぶりなんですよね。2万円分宝くじ買いました。マジでマジで当たってて、当たってたらどうしよう。7億円当たったらもう俺、良くなっちゃうよ、多分。一等が7億円。一等の前後賞が 1.5 億円。一等の首違い賞が30万円。二等、1000万円。3等、100万円。4等、10万円。5等、1万円。6等、3000円。7等、300円。とりあえずちょっと見ていきますか。うわぁ。300円だ。300円。なんかバラで3枚買ったら1枚300円でした。あと、こっからはバラを開けていく。お願い、もう700万円でいいから欲しい。違う。300円。今のところ600円手に入れました。なんとも言えない気分だ。くっ、ダメかー。くそ、今のところ600円です。どんどん見ていきましょう。300円。さあ来い。違う。300円。あー、いい感じ。でもこれで1200円分ですね。やべー、元取れねー。違う。あ、すごい。こっからが本番です。見ていきます。ダメじゃん。3000円。57だと3000円みたいです。やった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 。え、3000円だ。やった3000円か。せめて10万欲しい。せめて10万欲しいよ。いや、なんか当たりそうで当たんねえな。え、待って、これ待って。184。うわ、3桁あってたけど3桁違うな。そう、惜しい。あー、ダメだもう。次行きます。ラスト行きます。お願いお願い、ほんと1億でいいから。1億でいいから当たる。楽していきたい。終わった。終わった。あ、もうダメだ。くそー、なんで、なんでやめたの。3000円が1本、300円が7本で、5100円。っていう動画で終わろうと思ったんですけども、こんなつまんねえ動画で俺は終わらねえぜ。下にも後輩が2人いるんですけども、逆に適当なやつを、年末ジャンボのこの適当な136組108184番、逆にこの年末ジャンボ宝くじの当たり表みたいなやつを自分で作って、あたかも一等がこれだったような図を作れば、みんな俺が一等7億円当たったんじゃねえかと思い込む作戦やってみようと思います。とりあえず、完璧すぎる。完成しました。完全に1位が僕の宝くじになっております。というわけで早速、後輩2人に僕があたかも7億当たったように振る舞ってみます。それではスタート。え、待って、やばくない？嘘でしょ？ 136…10… え、やばい！え、やばくない？え、やばくない？え、7億じゃん！え、やば！え？は？え、やばくない？嘘じゃん。え、結構やばくない？え、合ってるよね？マジ合ってるよね？136の1080…ちょ、やべえ！やばい、意味わかんない。え、やば！え、嘘でしょ？は？え？ってドッキリなんだけどね。なんだ！
シンプルにやばと思って。いやなんか今日いつもよりドタバタがすごいから引っかかったー、マジで。